こんにちは、EDP やこです。本日は8月19日月曜日、819ということでバイクの日、ブンブン月曜日ということでお盆休み終わった方いらっしゃるんじゃないでしょうか。お疲れ様でした。お疲れ様でしたなのかな。そう、お疲れ様でした。お盆大変だったと思います。いっぱい遊んだ方もいらっしゃると思いますし、いっぱいファミリー行事を楽しんだ方もいらっしゃるとは思いますが、お疲れ様でございました皆様。まあ、EDP もね、結構たくさんのお客様いらしていただいて、そちらありがとうございましたということと、今月も来てる方、先月も来てる方、今週も来てる方、先週も来てる方ってことで、割引制度があるんで、そちらの方をぜひご利用して今後定期的にいらしてください。というわけで、今日はね、言いたい放題フリートークということでね、ジャンル問わずフリートークで行かせていただきたいと思います。まずは CM のコーナーはい、アディクショントヨタ GR カローラパンデム。はい、言えました、全部言えました、一度も噛まずに言いました。今編集なしですこちらね、一旦完成しました。もしよろしかったらご覧になってください。 EDP どこかに置いてあります。入ったところからこのね、撮影している奥のところまで歩くとどっかに置いてあります。はい、今後ね、一応ミラーつけたり窓枠ちょっとつや消ししたり、そういった細いことはやっていくんですが、それは伸びしろってことでね、ちょっと今後動画アップしていくと思うんで、そこら辺はもしよろしかったらご覧ください。というわけで、アディクショントヨタ GR カローラパンデム、こちらの方がもうすぐ発売ということで、先ほど調べてきました、スーパーラジコンさんではまだ予約しております。なので、ね、頻繁にラジコンショップ、ね、行かれる方はそちらのお店で、あまり行かないんだよって方はオンラインショップでご予約ください。みんなで、ね、一斉にスタートで、新発売の方で一斉にスタートでってすごい楽しいと思うんですよ。なのでぜひ一緒に。というわけで CM のコーナーでした。はい、コマーシャルパート2。ですね、 EDP オリジナルオイル&グリス、ね、こちらの方、先週かなから発売させていただきました。よく見かけたようなこのロゴ AKG ですよ、 AKG48 ね、48とか読むとちょっとまた厄介な方に見えちゃうんでお気をつけください。金額の方はね、1000円、オイル1000円、グリス1000円で、セット割ということで1500円。これね、セット割の前にご来店特価ってことになってるんで、ぜひご来店くださいということですね。この後はちょっと時間を見てね、ウェブショップじゃないな、多分メルカリだとか何とかっていうところで、出していく可能性はあるんですが、そちらの方は金額変わってきます。はい、なのでご来店特価ということになります。グリス、こっちがなんだ、オイルね、昔ね、茶色の瓶に入ってたラッシュとかね、ああいう話じゃないです。普通にオイルです。はい、でよくあるこのね、空回りするキャップです。ギュッと押して回すと、ね、針がついてるといって、ね、決してあれではないですよ。はい、でこちらグリス、こちらもね、こちら逆に針がついてないですほらね、針ついてないでしょ、グリスです。グリスってよく軟膏を入れる、こういう蓋でよくやったりするんじゃないですか。まあ、指でやる人もいるかもしれないし、ドライバー工具とかでツンツンしたりするんじゃないですか。そうするとその工具をまたティッシュで拭いてしまうとかってことになりますよね。これだったらそのままちょっとやって、あんまり気にしない人だったらすぐキャップ閉めると。で、気にする人だったらこの先っちょね、ツンツンってティッシュでね、スッスッって、あんまりギュギュ拭くとね、出した後なんで。オイルグリスなんですけれども、特別な性能とかね、言っていくと、いろいろね、ややこしい問題に発展していきます。すでにもうロゴの部分でややこしい品になっておりますので、それ以上のややこしいことは避けたいと思います。普通にオイルと普通にグリスです。はい、ぜひね、EDP にいらしていただいてお買い求めください。はい、CM3、 ちょっと明かり変わったかな。はい、こちらですね、アコの名を語ったワンさんって人がね、悪どいことやってるんですよ。悪どいことやってるんですが、 T シャツ一応ね、アコズレーシング T シャツ再販ということでね、
ワンデザインさん、こちらの方はね、またあの QR コードもう一回ちゃんと送らすし、あの URL のリンクも貼るんで、ね、ぜひお買い求めください。18日、先日ですね、横もドリフトシングル、エキスパートクラス見事3位に入ったね、関谷選手ですが、そちらもこの T シャツ着ていたようです。どうもライブを見るとこの T シャツだったようです。あの僕行かないとこでもこの T シャツが一人歩きしてます。なのでね、こちらはね、ベースかな、ベースのウェブショップで、モデルの方がね、そう、オーバードーズりょうくんね、ウェルドオーバードーズりょうくんが、モデルをしてくれてる商品になるんで、ぜひいいなと思ったらお買い上げください。先日からですね、世間を賑わせている、僕の中では結構ざわついているアソシエイテッドドリフトカーね、そちらの件なんですけれども、僕なんか大昔に一瞬だけね、ラジコンかバギーをやってたこともあって、アソシリーディーっていうところはとてもなんかね、こうなんだろう、エモいじゃないけども、やばい、なんて言うんだろう、語彙力なんですけれども、すいません、語彙力のねあれがあれなんで、すいません。ホームページ見てたんですよ、アソシエイテッドの日本語サイトっていうのはなくて、 AJ チーム AJ っていう形で、ちょっとごめんなさい、勉強不足なんですけれども、アソシエイテッドチーム AJ のドライバーさんの方をね、ちょっと見ていきましょうよ、ね、ちょっと面白いなと思って、今までね、知ってはいたんだけど AJ っていう組織を知らず、でこのホームページも初めて見たんで、発見をね、皆さんと共有したいなと、社会人の基本、報告、連絡、相談、共有じゃねえな、ドライバーさんね、見ていったところ、ほら、神奈川ではおなじみの誠さんね、ここにいらしたんですね。ただスーパーガチ勢なのにもかかわらず、一言ボケるキャバクラ担当、いいな、そういう担当あるんだったら僕も行きたいなそういう話じゃない、ふわっとしたところしか、やっぱドリフトの現場でしかお目にかかってないんで、比較的ちょっとふわっとしてる感じではあったように見えてたんですが、やっぱね、ガチ勢、スーパーガチ勢でした。と、あと右の方に行くと、ほら、おはるさんね、まあアソシのドリフト発売ということで、おはるさんもドリフトも入ってるんで、まあそのうちね、どっかでお会いできるのかなと楽しみにしております。ビデオレターでした。 YouTube 結構いろんなコメントいただいてまして、本日 YouTube にいただいたコメントなんですけれども、これはね、入門者ダメベスト10の動画です。はい、いい動画でした。私事の悩みがありまして、未だにしてタイヤ守らない方がいます。タイヤでも肉は動きが変わるため、ピット席でチラッと見た時はめっちゃショックでした。今度お会いした時に言うか迷ってますが、トラブルになるかもしれないので悩み中です、ということでいただいたんですが、本当にね、これね、ちなみに僕がコメントもすでにお返ししてるんですけれども、コメントありがとうございます、直接言うと角が立つ可能性がありますよね、とできればそちらを管理している方に言って、そちらからのがいいんじゃないでしょうかって感じで書かせていただいたんですが、まあそれを書きながらも、ラジコンの専門の施設でない可能性などもいろいろ考えたんですよ。例えばね、ゲームセンターとかボーリング場とかと併設している現場の場合は、そのタイヤのことを言ったとてね、あ、はいってなっちゃう可能性もあると思うんですよね。それを考えるとね、だから管理している人に言ってもっていうのもあるだろうし、本当に難しい問題だからね、ちょっとおふざけ回答としては、ね、指定タイヤ守んなかったらどんだけ荒れるかってことをみんなでやったらどうでしょうゴムタイヤ、バリの RS などなど、いろいろ、まあどうせあれですよね、速いタイヤ、速いんですよ、みんな速さが欲しいんですよ。だからね、そういうタイヤを使って場が荒れるって話だとは思うんですが、ね、こそこそそういうことをしてる人がいるんだったら大っぴらにやっちゃえばいいじゃないですか。ガンガン、もうゴムタイヤでもうまっすぐどん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 その人つっついてく冗談ですよ、ちょっと本当かな僕たまに過激な心を持ってるんで、ね、
YouTube 上ではそうではないかもしれないですけど、リアルで関われる方だったら分かると思いますが、あ、そんなのぶっ潰していこうぜって言っちゃうかもしれない。その人が引っ込んだらすぐ一緒に引っ込んでね、その人が立ち上がった瞬間一緒に立ち上がってその人が立ち上がってまた座ったりしてそしたら一緒に立ち上がって座ったりしてその様子を誰かに、ね、動画撮ってもらっちゃったりしてねまあこれはね妄想の話なんですが、難しいで、それ管理する人に言ったところで、まずそうしたところで好き勝手なタイヤ使って走れちゃってる時点でやっぱりそこは管理できないルールを作っちゃってるんだと思うんですよ。明らかにね見てて分かりますよ、はっきり言って明らかに分かる。でそれを管理する人間、ルールを守ってもらう人間だったら、ちょっと車見してね、まあ、何気ない車見してって、まあ内心はね車検ですよあ、タイヤ違うってね、一応確認してから、これルールね、うちではこのタイヤだから、だから今度からこれにして、もしくは今ちょっとねお金あるんだったら、ここに売ってるからそれに交換して、で管理できない場所の可能性があるんですよ。じゃあそこを行かない方がいいと思いますよ。その方注意してね、直接間接問わずその方注意して、それがなくなったとて次の人が出てきます。だからくたびれます。それで悩んでる時間が無駄です。趣味ですよ、楽しくやんなきゃしょうがないのに。まあ楽しくやるためにルールがあるんですよ、もちろんね。楽しくやるためにルールがある、ルールが守れないんだったら、まあその人が本来だったらね退場させられるべきなんだけども、そういう場所だったら強に、なんとかだったら強に従いみたいなね、もうね多分管理しきれないんです。だからもう行かない方がいい、ちょっとね30分余計にかかってもよそに行った方がいいと思います。ちなみにいいですよ、ちなみに申しますと EDP では管理しきれないからタイヤ指定なし、管理しきれないもんだってね、一日中免疫からしてね、いちいち注意するのは嫌です、ちょっと早いね見して言うのは嫌だ、だから指定なしただしやっぱりね自主的にみんな合わせて楽しくやるために合わせてますよ。まあこそこそねそういうことをこすいことする人っていうのはもう指が落ち着いてないんですよ。指もそのセッティングも全部落ち着いてないで、そういうタイヤを使うことによってもうね、全てが止まります。何にも成長しない、上達しない。だからつまんなくなって退場してきます。そういう人たちは自動的にね、一瞬だけですよ、そういうのでブイブイはして楽しいって言ってるのは、なんていろいろ語っちゃったりしてすいません、私ごときがね言いたい放題なんですいません次のコメントまいります。はい、初心者だけではなく中級者の方にも見ていただきたい一本、ありがとうございます。これもやはりね、その初心者ベスト10のやつですね。はい、ありがとうございました。次のコメント、ちょっとしたことにこだわると気分上がりますよね、最近の初心者講座とても助かってます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。もし可能ならスキットとかキャスターとかセッティングにおいてよく聞く項目の簡単な効果、リアに逆スキットを入れたらどうなるかなどについて解説いただけたら嬉しいです。僕解説できないですだから実演しますよ。実演して基本的にはやらないところまでちょっと極端にやれば見えてきますよね。ね、幸運にもサーキットがねすぐ近くにあるんですよ5歩ぐらい歩くとサーキットあるんで、そこでね好き放題いじって、あ、こういう風にやったらこうなったね、こういう風になったらこうなったねって、まあ解説する講座っていうよりも、やってみようっていう感じで、でこれは今ね入門者に限って結構やってるんですけれども、まあその次ですよね、初級者、級を持った初級ねになるかなって思いますので、ちょっとねちょっと末長いお付き合いをお願いします。入門でね結構で出てきて層が厚くなったなって言ってから、そちらの方にステップアップします。そしたら僕のね知識とかそういったものも入門者から初級者になってると思いますはい、いろんなところのエントリーね、これもダメベスト10、ダメベスト10はね結構コメントいただきました、ありがとうございます。視聴回数も結構回ったんで、まあ、その分ということだとは思うんですが、ね、グッドボタン、バッドボタン、チャンネル登録、コメントお願いします。コメントわざわざね時間割いていただいてコメントいただいて本当にありがとうございます。はい、いろんなところからのエントリーの下りがとても面白かった、確かにって感じ。私は、ステアリングのリンケージがエントリーポイントなのかも。また楽しい動画アップしてください。ではではということで、他
本当に感想をねありがとうございました。し、てん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 、し、謝罪、はい、わかりました。まあいいですよ、なんかコメントもらっただけありがとうございました。はい、めっちゃ面白いね、あ、ハイエースのドリフトのショートですね、めっちゃ面白い、ありがとうございます。近々始めたいと思っているので勉強になります、ありがとうございますね。ベスト10ダメベストね、ダメベストね、何しろね、そういろいろもらいました。はい、で定常演8の字を練習するとこがないのです。ないわけはないんですよ、どこでもできると思う。まずはその、ね、定期的に通っていくサーキットに行ってみてください。行って、でどこで練習したらいいですか、もしくはあの練習に適した曜日時間とか何かありますか。まあ、大体平日の日中だったらね、あの空いてるよとか、だからね、そこら辺好きに、誰も走ってない時だったら好きに定常園ぐるぐるやってていいよとか、いろいろあると思うんで、そういったのはやっぱりね、ないって言ったらもう終わりますね。あるはずって言って動いてみてください。はい、平和な散歩、はい、黒部さんありがとうございます。はい、最初は息子の趣味として進めたつもりが今じゃ自分の方がハマってます。はい、あるあるですね。これはこれを変えの件ですね。変えっつってね、強烈なあの、ね、命令系のサムネでちょっとドキッとさせてしまうやつだったんですが、これがおすすめですよっていう動画です。はい、ラジコンドリフトシャーシですね。はい、アディクショントヨタ GR カローラパンデム始めましたの動画に関して、はい、まさかの GR カローラにボディ変えるの、はい、変えます。ね、おお、GR カローラ、羨ましい限りでございます。タマラッパさんありがとうございます。と、まあ、結構ね昔に出した動画なんですが、2万回転っていうね、2万 RPM 今日のバーンっていう動画にいただいたコメントなんですけれども、ぶっちゃけバーンってどういうセッティングとかしたらできるんですかねっていう話をねコメントもらったんですが、まあこれに関してはまずは僕がお返ししたコメントとしては、最低限普通に動く車じゃないとただの無駄が気になるだけだと思いますと、レベル感もわからないので見なきゃわからないってところが正直なところです、逆に真面目にやってる人であればすぐに入れることはできるはずですという形でコメント返させていただいたんですが、どれだけやってますか、どれだけの車、何の車ですか、何のモーターですか、何のアップですかって、セッティングじゃないんですよ。まず機材が例えば全部ハイエンドで揃ってるけどブラシモーターだったらどうなるか、まあ、そういったことでね、全然話がちょっとセッティング教えてよっていうのは無理です。正直無理なんで、そういったものはちゃんとしたところにちゃんと通えばそういう人が知ってるはずです。で、あなたがそういうレベルにあるのか、その前にまずまともに走れよって言われるのか、そういったところをねちゃんと見極めてください。あの動画でただで教えてもらう、まあいいんですけれどもね、それで質問できるんでいいんですけれども、そのただで得た情報をあなたは実行しますか、自己責任でね。モーター10万回転回してくださいって言ったら回しますか、そういう話なんですよ。お、どんどん様相が怪しくなってきたな、ね、ガルムのフルオープを買ってくださいって言ったら買いますか、そしたらバン入りますよって言ったら買いますか、ね、そういう話なんです。なのでね、参考にです、すべて無料で得られる情報というのは基本的には参考までに、やるときは自己責任っていうことになると思うんで、そちらはお気をつけください。私が見てる目の前でこういうふうにやってみな、こういうふうにやってみな、今の指だったらっていう話はできますが、それじゃないと逆にできませんね。だんだん様相がね怪しくなってまいりましたが、はい、結構前なんですが EDP 近くをお散歩中だったアコさんを引きかけたことがあります。その説はごめんなさいでした。はい、お気をつけください。僕行くと高くつきます。お医者さんや車屋さんや笑、ね、次のシリーズが楽しみですということでね、何をやってるかって話なんですが、実はねテレビでやってることをとラジコンドリフトをこう合体ドッキングしてやってるんです、実はね、まあ、気づいてるとは思いますが。ちなみにお散歩の件は元ネタがまあ「ちい散歩」からの「じゅん散歩」って高田純次さんのね「じゅん散歩」からの「あこ散歩」なんですよ。あこ散歩と EDP もしくはラジコンドリフトを絡めてるんで、EDP からの駅とかね、 ADP からのコンビニとか、そういったことで、あ、やべえ忘れてた、 EDP から大和駅忘れてました。これ近々やろう、うん、であったり、お医者さんドクターアコーのね、まあ、元ネタコトーなんですけどね、それでラジコンを見ましょうよというものだったりね、これに関してはね僕が見てるときに
現場で明らかにおかしい車っていうのがいたら、その車をとっ捕まえてね、車見るからちょっとあの動画撮影するよっていうことが言えるんですけれども、いかんせんね、最近見つけてないんで、今度はねまたやります、見つけたら。はい、で、今アコバック車検はね、日々毎日もう月末ぐらいまで動画溜まってるんですよ。なんですが、まあ突撃隣の晩御飯的なね、人ん家のご飯をね見てあだこうだ言う、人ん家の車、人の車を見てあだこうだ言うっていうコーナーですよね。でこの後ねまた思いついちゃってるんですよ、クイズ番組みんな好きでしょというわけでクイズ番組もただいま企画中です。散歩に関してはもう大和行って終わりにします。これもしかして道案内になるかもしれないってことで一応やってるんですが、数字が伸びないまあそりゃそうっすよね、面白いことも何も言えないもんそれは伸びないというわけで、まあこれでアコ散歩はストップします、大和まで行ってね。あとね、食レポとかね、できればいいんですが、まあ、EDP から近くのね、お食事屋さん紹介も兼ねての食レポ、もうできればいいんですけど、まあ、ちょっとね、事前にほら、撮影していいですかとか、いろいろあるじゃないですか、そういうのも含めて、今のところまだね、ちょっと、実行には移せないんですけれども、まあ、クイズ番組やります。はい。なんだろうな、すっごい難しい問題なんですけれども、先ほどのね、ちょっと、予想がおかしいぞっていうところからの流れになっちゃうんですけれども、突然意味のわかんない話始めますよ。このねアッパーデッキ、以前から販売している EDP のオリジナルアッパーデッキなんですけれども、これを試着させてください洋服屋じゃないんだよなってね、試着させてください、うんってお、てんてんてんってなったんですよ。で今だからまず試着させてくださいの時点で、その車につけて良くなったら買う、その車につけて良くならなかったら買わないってことなのかなって心の中で思ったわけですよね。で、おって言って間が空いたところで、今お金ないから家に帰ったらあるんでっていうことなんで、試着しても今は別に買うわけじゃない、家帰ったらあるんだったら僕もあります。家帰ったら1億万円あります家帰ったらどこでもドアもありますじゃあどこでもドアで帰って行き帰りしろって話ですけど家帰ったらあれですよ、部屋58個あります48ってありますでその時に結局は稼いでるわけじゃないんだから、お小遣いで、あ、大前提を話し忘れてた、学生じゃないな、学生の手前です、児童と呼ばれる年齢のお子さんですね。稼ぎも違うわけですよね、稼ぎゼロなわけですよね、一応ね、お小遣い制だったりするのかも分かんないですけども、そういった時点で、まあ、こういったオプション、ね、は特に必要ない、ね、そんなことよりも、まともに走らせることをしなさいと、はっきり言って、まともに走れてないんです。あ、もうだんだん様相が怪しくなってきた、もうしょうがない、行こう、行っちゃいましょう、はっきり言って走れてないんですよ。走れてないのに物で何とかしようとするのはやめた方がいい、本当にこれはマジで。例えばね、今のシャーシで、みんなと一緒に走れるっていうところが 100% だとしましょう、ね、今は 30% です。あとの 70% ってどうやってクリアしていくの、ね、車をちゃんと走らす車にして、プロポをちゃんと走らすプロポにして、自分の指、自分の目、頭の中を全部足してって 100% に持っていくわけですよ。その 30% 今の現状の 30% をね、これ入れることによって、ね、上がると思います？絶対に下がります。なぜならそういう腕前だから、そういう風に車をいじってないから、そういう頻度で、サーキットで走らしてないから、まあ、走り見てれば分かります。 2,3 周見ればすぐ分かるんだから、直接今ビデオレターみたいになってますはい、まあ、というわけでね、個人に対するねメッセージを動画を通してね今お伝えしてる感じになっちゃってるんですが、なぜこうなるかというと、すいません、全然関係ない皆様すいません、大人っていろんなとこからいろんな情報が入るじゃないですか。どうも聞いた話ではね、その件の話が違う感じで裏ではいろいろ言われてるみたいなんですよ大人っていろんなネットワークあるんで、いろんな話がすぐ入ってきますね。中学生が思ってるみたいなレベル感じゃないです。だからちゃんとね、表裏の
発言などはやっぱり気をつけた方がいいと思う。ただその僕に伝えてくれた人の話も話半分ですよ。全部を 100% きれいに伝えてくれたのか 10% 持ってね話をしてくれたのかわからないですが、ね、試着させてくださいの件からちょっとおかしいんじゃないの、ちゃんと考えた方がいいと思います。基本的にはね、中学生ってそういった時期だと思うんですね。顔見えないところで調子乗って発言して何かボロが出て、そういったことをしちゃいけないんだって成長していく時期だと思うんです。ただし今時は言ってくれる人がいないのかもしれない。だから僕が言います、堂々と。そういうことです。そもそもちゃんと走らせな、そもそもメーカーの人ってこれを入れなきゃ走んないような車作ってないんですよ。むしろこんなん入れたらバランス崩れます、はっきり言って。それが分かって入れる人はいいんですよ。そうじゃない人は良くないと思う。そうじゃない人の手に渡って別に何も良くなかったって言われるのが一番嫌だ。別に一日のお小遣いがね、何千円、数千円、1万円ある人、使えるね、予算がある人だったら、まあね、ちょっと試したけどっていう話で別にね、お遊びグッズでいいと思うんです。お試しグッズでいいと思うんです。ただし、そうでないね。今2000円しか持ってない。家に帰ればあるんだけど。ね。じゃあ家に帰って、ちゃんとお金を用意して、で、僕の大事なね、お小遣いを投入するんで、これ一回試させてもらえないですかって言うんだったらいいけども、そうじゃないじゃん。だから、違うと思う。ちゃんと勉強していきましょう。今後ね、社会勉強を。はい。そしてラジコンドリフトに関してはちゃんと練習しましょう。2、3週に1回ね、もう毎週毎週ね、土曜日日曜日土曜日日曜日って来たって数ヶ月かかると思います。まともに走ってからちゃんとやってくださいって思った件がもう一つ実はあったんです。このトリガーを引くね、いろいろ物は溜まってました、物は溜まってたけどもトリガーは引いてなかったですね。なぜトリガーを引いたかというと、今日でね10日ぐらい連続でいらっしゃってる方がいらっしゃるんですよ。その前も1日休みでまた連続で来てらっしゃる方なんですけれども、すごいんですよ。アンプいじってない、サーボいじってない、プロポいじってない、あ、プロポはちょっといじってるのかな、車体をずっといじってます。毎日毎日、テーマを絞って、ね、例えばですよ、フロントのダンパーのプリ、ね、そこだけをずっといじって、ね、全く車高がペタペタから車高高いところまで全部やって一番いいところ、ね、車高低いとどうなるんだ、高いとどうなるんだ、そういったノウハウを一生懸命貯めてらっしゃる、その積み立て型のね、その方とはね、成長スピードが違うと思う。本来だったら中学生小学生の方が成長すると思うんだけども、その手前の段階、まず当たり前に基本的なことをきっちりやるっていう段階では全然レベル感違います。もともとレースをやっていた、まあ私と同じような世代の年代の方です。レースをやっていた、方なので、いろいろなセッティングとかっていう意味も知っているね。安易にオプションパーツを入れるに意味がないことを、レースなんかガチなんでね、オートバイのレースガチなんで、そういった方はそういったものを知っている、ね、全部しゃぶり尽くして、それでもしかしてこの丸いんですよ、大体ね、いろんな指標があって、それが丸いものをちょっと直線に振った、ちょっとコーナリングに振ったらどうなるかっていうのを全部分かった上で、全部は発揮した上でね、全部5点としましょう。5項目5点で、今その中学生は全部の項目2点ぐらい、1点2点の範囲、もうそれぐらいの円の大きさなんですよ。5点に満帆に膨らんだ、その中で、その上でね、こっちにちょっとプラスが、でその分こっちが欠ける、ね、大体そういう風に歪んでいくじゃないですか。そういう風になっていくんだったらいい、むしろそういう風に楽しんでいきましょうよ、ね、ということなんですが、ね、表と裏で言ってること違う。そもそも僕が言いたいこと、本当はね、ショック受けるかもしれないから言わなかったけども、まともに走らせてください。いいですよ、ラジコン業界のためにね、親に一生懸命お金もらってきて、いっぱいオプションパーツを売りつけてあげてもいいですよ。今後オプションパーツ入れるっていう趣味をやっていくんだったら、それはいいとは思いますけれども、ただ親御さんもいらっしゃいます、ね、自分で稼いだお金じゃないところで、もう僕も人の親ですというところで、そういった、ね、貴重なお小遣いお金をそういったことに
使うのはちょっと違うんじゃないっていう、なんかまあ変な教育な部分発揮しちゃってますけれども、親が毎週毎週ね5万円ぐらいくれるんだったら、あの言ってくださいね、いい車紹介しますまあね、親が毎週毎週ね5万円くれるんだったら、あのタクシーで来るだろうしね、自転車で1時間以上かけて来るような子なんでね。まあ、あとね、あの YouTube ねやってるといろんなコメントいただくんですが、やっぱりねよその中学生なんですけれども、もう中学生ね、いろいろやっぱ中学生って中二病とかね、中学生なんですよね、夏休み〇〇サーキットへ行ってきますってね、あの YouTube にコメントもらうんですけれども、はい、わかりました、あの一回も来たことない、あず友達でもない、あのそういう風に言われても、はい、わかりました、うん、朝飯何々食いました、はい、わかりましたね。YouTube の僕のコメント欄っていうのは別に Twitter とかねではないんで、そういった話題は Twitter に書いてくださいまあいいですよ、 Twitter に書きたくないんだったら僕のとこに書いても、ただはい、わかりましたしか返信できません、ご了承ください。まあうちの料金表なんですけれども、高校生から大人料金ってやってるんですが、中学生までって爆安なんですよ。なんで爆安かというと、まあお小遣いの範囲で一生懸命ラジコンドリフトのね、その一式揃えたんでしょ、でそれでさっきと走りたい、稼ぎもないわけじゃないですか、というところで安い料金してるんだけど、いやお金あるんだったらじゃあもういっか、中学生の料金上げる、大人と一緒に、なんかね、そんなモヤモヤ、そんなモヤモヤ言いたい放題で発揮させてもらいました。まあそのうちね、このね中学生ネタが溜まってくると、もう中学生に対しては丁寧語で話ができなくなってくるかもしれないまあそこら辺はね考えてください。まあ中学生ね、YouTube ライブでも結構コメントもらったりしてたんですけれども、もうねやっぱ謎いんですよ、謎で、やっぱりね空気ね、たったやっぱり生まれ落ちて十何年しか経ってないわけじゃないですか、やっぱ空気感とかやっぱ何にも読めないんだよな、だから、まあ、コメント禁止とかねよくやったりしたんですが、まあそういったところでストレスになる部分も含めて YouTube ライブ今全然やってないですよねそういうとこなんですよ、なんかね中学生今多いんです、やたら悩まされてますまあ中学生ね、車に興味持ったりってそういう年頃だとは思うんで、背伸びしてね、まあいいんですよそれはね、背伸びしていいんですけれども、今時って昔と違ってネットで何でも調べられる状態環境だと思うんですよ、いろんなセッティングがあるのを調べてね、めっちゃ調べて全部やってください、ね、みんなとワーキャーやってるのがどうでもいい、みんなとワーキャーになってないから実際ごちゃごちゃにしに行ってるだけなんですよ、ちゃんとやろう、せっかくサーキットでね、中学生がサーキットでやるなんて恵まれてると思います、お小遣いやらね、まあまあラジコンワンセットからね、そのお休みの日にサーキットにね通う、一人でね通う環境なかなかすごいと思うんで、せっかくそこまでやってんだったらね、まず人並みに周回しましょう、そこまでは頑張りましょう、物に頼らずにと、最低限のものが揃っているのであればね、それだけでもすごい金額だったと思います、最低限のものが揃ってるっていう状態であればね、まあ今度ちゃんと話します、もう来ないかなまあ今度来た時に僕がいて見つけたらちゃんと話します、ただしもうここでトリガーは一回引きました、はい、もうそういったことで僕は我慢しませんね、ライブ来てもらってる人でなんとかかんとかね、こういうレベルに自分はあるんだってね、でね、来てみたらどうたらこうたらだったね、だからその子とは散々ちゃんと話しました、話した結果連続でね1週間のうちに3回とかねどんどん通って、その子はお、ちょっといいとこあんじゃん、まだまだ入門者レベルですよ、ね、みんなと一緒に10周でも20周でも走れるっていうレベルではないです、その子とは絡みができたんで初っ端からねがっつり絡んでっていうのはお話ししてね、で、こういう風にやっていくもんだと思うよ、ネットではこういう風なことを言っちゃうけども、今ね頭の中で A 君 B 君 C 君 D 君って4人が回ってるんですよ、ぐじ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 ってまあまあ、頑張っていきましょう、まあ中学生問題か、中学生、まあ未成年問題かな、ね、18歳になったら成人ですもんね今ね未成年問題ね、
まあ、なんか名前が出て名前出せばなんか強いみたいなところもあったりするんじゃないですか。ね、誰々さん見たことあるしみたいな。誰々さん知ってるしとかだったらいいんだけど、誰々さん見たことあるしって別に強くないし、その人の名前だって自分ね、自分でやろうっていうとこなんでね。ああもう ABCDE いろいろね、四五人入り乱れてます今。難しいっすね、中学生問題。まあ言いたい放題のコーナーでした。ね、今後この動画が少しでもねいいな、いやいいなでも悪いなでも何か感じるものがあった方、何も感じるものがなかった、時間の無駄だったって方はそのままねストーリーしていただいて、まあ最後まで見てるんで最後まで見られた方はまた次の動画も最後まで見てください。そのためにはチャンネル登録、そして、ね、数秒のお時間をいただき、グッドボタン、バッドボタン、コメントなどなどいただけたらと思います。 EDP アコがお届けしました。アコの言いたい放題のコーナーでした。